止まらない、たとえ君を強く抱きしめたがって不器用だと思うだろう、優しさも裏返した、こんなにもそばにいる君に戸惑った夜なんて一人の夜は長すぎて、君のそばで見る君の夢ばガラスの心に音を立てる。どんちまみ受け仕掛け攻めて送るこの歌を、愛おしさが届いたわ、邪魔に開けそうなこの胸の扉をたたいてほしい、捕まえていたね君の声ば。皆さんこんばんは、ミノ軍曹だ。今回はコールオブデューティーブラックオプス3でフリーフォール。その前に一つ謝らないといけないことがある。俺はこの間までバイオハザード7の動画を上げていた。バイオハザード7が大好きだな。うん。ツイッターの名前もミノ軍曹、バイオハザード7大好き。うん。その名の通り俺はバイオハザード7が大好きだ。好きで好きで仕方がないんだ。話は変わり、俺はこの間うなぎを食べに静岡に行った。うなぎのためだけにな。そして車でね、3時間ぐらいかかるぞって、連休中だから3時間ぐらいかかるからちょっと暇だなと思って YouTube 見ようと思って、まあ YouTube って言ったらやっぱり皆さんのはこんばんにちゃおっとちゃでーす、あのおとちゃさんの、あのバイオハザード7パート13かな、おとちゃさんのね、あの皆さんのはこんばんにちゃおっとちゃでーすっていう回があるんですけど、知ってます？知らないですか。あのお父者さんの動画を見ながらね、あのうなぎを食べに向かったんですけど、あの配信者が他の投稿者お父者さんのバイオハザード7の動画を全部全視聴しちゃったんですよ。全部見ちゃったんです。 2,3 時間ぐらいずっとお父者さん見ちゃったんですだからあのバイオハザード7もうこの先どうなるか、オチとかもう全部分かってて、だ例えばあのエレベーターがありますよね。エレベーターがあって、あのここにいるのか、いるんじゃないのかっつって、でチンウィーンってやった時にこうなんだ誰もいないじゃないかっつってね、こうパッと入ったらエレベーターの上からね化け物が落ちてきた時のおとちゃさんの真似パラッパーだから そういうね、あのバイオハザードのこの先どういうびっくりが待ってて、どういうリアクション、ここでどういうリアクションとかも全部もう分かってたらダメじゃん。で今の例え話、例えじゃなくて本当にあのパートいくつか、おとちゃさんがエレベーターに乗る後半の方ですね、あのチンウィンって開いてね、そこに隠れているのか、なんだいないじゃないかって、上からバーンって化け物が出てきた時にあのパラッパーって言うとか、そういうのをまだ鮮明に覚えてるうちに、俺がバイオハザード7の動画を、あ、俺のクラス選択紹介していい？クラス選択 FUKUYAMAMASAHARU 福山雅治です。家族になろうよアンちゃんさです。チニちゃんです。チニちゃんだ。今夜を知り出したらベベンベベン君が止められない。
誰も知らないドキドキ隠しまったくそ。なかなかのいいセンス。今回の俺のバトルのポイントは左上のマップから目を離さないことだ。奴らの銃声に耳を立て、おおよそのところまで近づいていき、一気に俺のラピッドファイヤーでぶち抜く。そういう大悟さんとは奴は進化してる。前回のバトルよりも奴のエイム能力、いやエイムの打角が小さくなってる。驚いたな。ここにも藤原以外にもう一人の逸材が。アップ、早い、早すぎてついていけない。すごすぎて、さ、すごすぎて参考にならないぜ。お前は面白い。もっと広い世界に目を向けていけ。左上のマップ、銃声が聞こえた。だいぶ、あ、来た。お前のエイム能力の方が一枚上手だった。それだけの話だ。まだまだバトルはこれからだぜ。銃声が聞こえた。あ、そっちの方にスライディングしてったな。ってことはこっちから。あー、野菜、そろそろワンキル。あっあっ、俺のエイムはブレてる。セカンダリンタービン止まってんじゃねえのか。ちぎれねえ。いや、いける、いけると教えてくれてる。スピースピッボーイ、チャチョバピンキャラ、スピースピッボーイ、チャチョバシン。あ、弾を込めるぞ。来た、逃げられた。そっちの方向だ。来た、青いやつだ。楽しくなってきやがったな、お前ら。1キル10ですだと、ふざけやがって。テンションは、気持ちは10キルですけど。おっと、ここなんかいいね。カウボーイな感じ、いいね。おっ、青、また青っぱな。よし、グラビティスパイクが止まった。いや、まだ入ってこい、ほら、ジャンピング。違う、ちょっと待って、ジャンピンググラビティスパイク見せてやる。ジャンピンググラビティスパイク、ほー、ざまい、味噌漬け、銃声で、青、これ、青、ブルーフランスのシーン、ブルーフランスのシーン、どうも笑わしたいだ、ブルーフランスのシーン、ブルーフランスのシーン、今気がついた、ブルーフランスのシーン、ブルーフランスのシーン。こんばんは、ルナシーの河村隆一です。深夜って言っても夜の深夜じゃないよ。ルナシーの深夜がドラムくるくる回りながらドラム回ってたでしょ。特に意味はないよ、あれ。別に何もすごくない、ちょっと頭回るかなぐらいのねえ。銃声で音を立てて、あれ、2階に誰かいるのかなと思わせといて、入ってきたところをラピッド。あ、いらっしゃいませ、バカが見る。もう一人来た。あ、といと、あ、すごい M 能力。貴様、さてはラーメン屋だな、ラーメン屋だな、今のやつ。味込め、固め、油少なめ、チャーシュー山盛り、ほうれん草多め。あ、ラーメンって言ったら、僕、吉祥寺の洞窟屋っていうラーメン屋が一番好き。愛してる、好き、愛してる。銃声が聞こえない。誰もいないんじゃないか、これ。いるな、戦え。あ、終わっちまった。あ、かわいい山風、半端ないね、超うまいね、かわいい。何それ、超かわいい。何のキャラクターなんだろう。白髪が似合うよね、アニメ。かわいい。マンジ。マジマンジ。え、
マキシマムザワルド。いや今回も楽しかった。じゃあごきげんよう。でも結構いいね、いいいい、全然自分の中では合格。かわいいね山数19。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見に来ねえか。ほんじゃまったなー。